発生の保人っていうのはまあ、文字通りですね、嚢胞、水の袋が、腎臓の中に複数できて、それが正常の腎臓の組織を圧迫して最終的にその腎臓の機能を落としてしまう病気になります。で、一般的にはその病気になってしまった方は60代で約半数の方が、末期の腎不全、透析を必要とするような、腎不全になってしまうと言われています。ですので早い段階で、患者さんのご病気を見つけてあげて、で、早い段階で、治療に結びつけるということが私たち の, 役目だと思っています。定期的に、例えば会社の健康診断であったり、あとは、尿検査であったり、その健康診断の中で異常があるところで、その多発性の嚢胞の異常というのが発見されるケースというのが実際は多いので、そういった検診を経て紹介されてここに受診なさる方がやっぱ多いというふうになります。多発性の嚢胞っていうのは非常に特徴的な病気 で単なるやっぱ腎臓のご病気だけではなくて、腎臓の他にもですね、腎外合併症といって、その脳の血管の病気やその心臓の弁膜症の病気など多彩な症状を呈します。で、実際にはそういった全体的な管理ができるっていうのは私たちの施設の特徴でもありますし、またこの病気のもう一つの特徴っていうのは遺伝するっていう特徴がありまして、そういったその遺伝子検査を含めた対応っていうのも当施設は可能です。で、そういったその診療での強みっていうのはあると思うんですけれども、それ以外にもですね、私たちの先輩方が培ってきたその、海外留学を含めたですね、研究の歴史というのもあって、そういったところは非常に私たちのやっていける研究の魅力だと感じて思っています。やっぱり患者さんを治すことです。で、今までこの多発性嚢胞という病気自体は、完治しないものだと思うとされてきました。で、2014年からこの多発性嚢胞に対する特効薬とまでは言わないまでもですね、いい薬が出てきています。で、今後もですね、この病気に対する薬っていうのはまだ出ていくと思いますし、最終的には患者さんを治すというところに行くことが一番重要なことだと思ってますので、そこにつながる研究や創薬、そういったと意識した診療というのをしていきたいと思っています。海外留学のチャンスというのはなかなかないというふうに言われていますけれども、実際にはやっぱりその手を挙げて、やっぱりやりたいという志があれば誰でもできるものだと思います。私の場合は手を挙げた時にたまたまその幸運に導いてくれた先生方がいらっしゃるという形で行くことができました。私は単身じゃなくて家族で行ったものですから、私だけではなく家族もその海外生活のいいところを体験できたし、私自身もその、いい研究を体験できたり、いい研究仲間を、多く見つけることができて、それは今後の、こちらに帰ってきてからのですね、研究は、診療に結びつく非常にとても大きな財産だと思います。アメリカのワシントン DC の近くにありますアメリカ国立衛生研究所、ナショナルインスティテュートオブヘルス NIH というところに3年間行ってまいりました。一番大きな違いは研究費だと思います。あとはその研究に割かれる人員の多さだと思います。多発性嚢胞という研究のジャンルは必ずしも大きな研究ジャンルではなくて、ある程度日本人でもそれを専門としている人は少ないです。ところがアメリカに行くとアメリカ人だけではなく全世界からそちらに集まって研究をされる方が多いので、研究者の数が多いということですね。で、あとはそれだけの人が集まるために十分なその研究の予算というのが多く割かれている。それに見合った大きな研究、より質の高い研究というのが行われていました。
実際には、研究をさせていただいた反面ですね、診療の時間っていうのが、逆にアメリカに行ってる間は、なかったわけなので、その今診療させてもらえることのですね、嬉しさというかそういったものもあって、その両者を今後進めていって、その一緒に、やってくれる仲間をぜひ探してですね、やっていきたいと思っています。